ト5番ウッド5番ウッド。さあスコアメイクしてきた。めちゃくちゃ風がアゲアゲですけど、ああ、パスだ。おいけやー、おいけやーおいけの場合は、倍4ですね。はい、もうやだよさあ、イエローはドライバーで行くのか。僕は飛ばなくて有名なんでね。わかりました。風すごいからね。 YouTuber 一飛ばない男ですめっちゃ曲がる。大丈夫大丈夫。すごい戻された。エロ2打目。これ池越えも厳しいんで刻みで、ちょっとコームインショット出しちゃいます。はい、安定感。うん、ノモティいや、うまいうまい、すげえな、綺麗に。もうちょっと行けばよかったけどああ、オッケーオッケー。ああ、やばい、パスだ。いやー、 OB です。さあ、見事消えた赤玉ということで、マヨン。うまい、うまい。ちょっと左だけど。あー、手前なんだ。手前さん、手前2層。でイエローは、3打目がけど場合はプレイング6になるんだよ。はい、初めて聞きました、プレイング6もうダメかもしれない。いろいろダメです。そうですね。はい。マイニング。マイニング。マイニング。ああ。めっちゃ。マイニング。はい、九打目。ストレス。九打目。九打目。マイニングダメよ。 OK です。トップもダメよ。 OK です。リラックス、リラックス。ナインオン、ナインオン。 OK。 どうもレッドです。セルショット5打目打っていきたいと思います。グリーンがスライスラインなんでギリギリワンバウンド。はい、あー止まっちゃったか。そうです。さあ、メンタル崩壊中イエロー。もうラインも分かりません。まあイエロー練習だ ね。ちょっとイエローご褒美までちょっと頑張りすぎてちょっと怠けてたでしょまあ、ねえ、まあまあそうですね、うん、やりきったかはね。あの時ねちょっとねやりきっちゃったんだよね。打っちゃうんかい。あースライス出た。あうまい、うまい。うわー、12。うわ、うまい、ナイスイン。いや、最小限とどめました。イメージ通り、イメージ大事。さあ、スターモード。ピンがかなりえぐいとこ切ってるね。かなりえぐいっす。
まあ、バンカー手前であります。二段グリーンの奥の奥にねカップ切ってあります。奥も手前もバンカー、奥も手前もバンカー、ハードモードです。さあどう攻略する。あーいやでもピンに一直線、あー奥奥奥ビーはラフ奥ビースナイエローチン、もうスコアなんてどうでもいいです。一球一球大事に打っていく、ただそれだけです。はい、いい伸びろ伸びろ、ナイスオン。手前の上段グリーン、いやいや奥行ったよ。マジっすか、うん、よし、うん、カード乗ってこう。ナイスナイス、さあいいとこ止まってました。ここバーディー欲しい、狙える。え距離 OK だった、引っ掛けちゃいました。オッケーパー、あー変わったラインの読み方してるぞ。見せ場を作りたいです。僕も今の何キャタピラ読みスパイだ、スパイだね。切れないね、ほとんどまっすぐだね。うわ距離ピッター。オッケー、はい。さあ、まあ、プレッシャーをかけるわけではありませんが、ラスト9ホール目パー5です、バーディーを取らなければ80台が見えてこない、非常に厳しい状態に追い込まれたリーダーレッド、スーパーアゲアゲで、さあ立ちはだかるこの風。あー耐えろ耐えろ、左行っちゃった。いやまあでもいますね、うん、2打目がちょっとむずい、レイアップで出さないといけない系。うわ最高、全然大丈夫、これだけ大変なんで。まあゴロでね、ゼロ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 、ポコポコポコ、はいフェアウェイ、はいフェアウェイ、いい子だ。さあいいところ、まだチャンスはある、まだある、インテンショナルフック、インテンショナルフック、プーッスよかった、プーッスね、ギュイーンって曲げるわけですね、ギュイーン。おお曲がった、すげえナイスショットインテンショナル、すげえマジ綺麗、いったいったいった。おーナイスショー、いい当たり、しっかり、ナイスショー、完璧です、こんなもんすね、はい、よし。うまいうまい、ちょっと左だけど届け、いやー左ラフ、いやもうまんまんまん。いやいやマイニング最後にまたマイニング、ちょっとお土を、お芝を直して丁寧にね、うまい、短いが、
はイエローです。さあ4打目、これ入れればバーディー。転がしスタイルでいった。あ切れない、思ったより。いやーマジか、悔しいっす、悔しいっす。それはよくわかんない。さあパーパット、パーパットでこの距離は十分ですよね。うー切れなかった。あらまあ、なんとこれは。はい、ナイス、お疲れ様でした。お疲れたまきん。お疲れたまきん。お疲れたまきん。ぐらいのテンションですね。もう本当に反省しかない。もう本当にすいません。なんかいつも通り。いつも通り。いつも通りに戻しちゃったね。釣る時はちょっと難しかったな。やっぱりあのアップダウン激しいし。はいはいはい。特にあのなんか橋のあるさ、はい、パー4。はいはいはい。いやちょっと。内容に助けられるだけだ。あれは本当にハードゲーですね。難しい。あのね、重要じゃないですか。やっぱり冬弱いんですよね。いや冬は得意な人がいない。いやこれ手首が動かないです、まず。うん、こうカチカチで、うん、でウェッジをこうダフりやすくなっちゃうんですよ。うん、なんか僕、うん、手首で手で打ってるから、ね。うん、体で、体で打ってから、俺あんまり冬でも飛距離落ちなくなる。あ本当に。昔はやっぱり全然しなりの。シナリー感が変わるじゃん、うん、寒くなって、うん、それで一人全然変わってたの、うん、今ドライバーの人もそういうのがこうね、こうなったかいもうあれですね、もう持ち健先生と、うん、持ち健先生とゴルプラゴルプラ大先生吉田君とね、はい、これからこれからだよ、はい、2019年エビスゴルフレンジャーが、はい、うまい動画を出し、はい、もうね、みんな上手くなっちゃいますから、うん、見てみてくださいみんなブルーもバーッ、もう俺もちょっとバッバーンって、うん、そうそう、イエローもバーン、グリーンだけうんうんって、うん、いやでもね違う、94出してからなあの人な、悔しいな。まあ初陣はボコボコのボコ動画でした。ボコ動画でした。はい、ボコ動画。僕はもう一回見たけどボコボコでした。ああ、いやちょっと僕まあ実はちょっとノモティさん意識してたんですけど、やっぱ打倒ノモティさん意識してたんですけど、ちょっと出直してきます。120じゃ負けるね。ええー、公務員ショットには勝てないです。 VS ノモティ戦に、はい、はい、やっぱちゃんと仕上げて、春あとぐらいですかね、ちょっとオファー出してみて、うん、ノモティさんがイエスと言ってくれるならちょっと、いやノーとは言わないんだよ。ノーって言われたら、yeah. 俺なんでなんでよ。いや121叩いてんじゃんって言われますからね。121でしょって言われますからね。そんなんじゃちょっと違うよって言われますからね。そんな感じで。どうぞ、ご覧になってください。はい、ちょ最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ナイスショー！すげえ！